皆さんこんにちは。有名フィルムカメラの兄弟機、ローライ 35T と 35S のガチンコ取り比べをデジタル撮影でしてみたい、アズイズと申します。本日使ってみるカメラは、ローライ 35T とローライ 35S です。T はレンズのテサー、S はゾナーの頭文字で、35S の方が大口径レンズ付き高級機です。両方とも海外のフリーマーケットで買い、レンズは綺麗で今は調子もいいです。目測カメラなので、単に写りがいいだけでなく、十分な被写体深度も必要で、特に高級機、35S の大口径レンズ開発には、時間がかかったそうです。今日はその実力を見比べてみることにしました。一番気になるのは、大口径レンズの被写体深度です。Wikipedia の 35S 解説に、被写体深度が浅いので、ピントに注意が必要、とありましたが、実際どうなんでしょう。もう一つ、ゾナータイプはその性質上近接撮影が苦手で、それが開発遅れの原因だったそうです。ちゃんと克服されているんでしょうか。続いて、デジタル撮影のための機材を簡単に紹介します。今回も、NEX5 改造の自家製デジタルバッグを使います。同じチャンネルの、1本目の動画で、もうちょっとだけ詳しく説明しています。正直このテストがやってみたくて、デジタルバッグを作ったようなものです。カメラ本体との接続は、NEX5 のネックストラップ取り付け部分につけたゴム紐を、左右からレンズの筒部分に引っ掛けます。あとは、光線漏れ対策として、フィルム部分の隙間にメガネ拭きをねじ込んでおしまいです。この状態ですと、ちょっと大きいですが、ローライ35シリーズを普通に使うときと同様に、手持ちでスナップ撮影ができます。ただ今回はまず撮影テストです。コンパクトなスナップシューターの面影を失う、怪獣みたいな姿がキモ可愛いです。それでは早速テストをやってみましょう。チェックポイント1、ピントの合う範囲はどう違うのか。メジャーの横 10cm 置きに人形を置いて、何体まで表情が見えるか、開放から F11 まで確認してみました。開放では、35T の方が被写体深度が深く、35S はボケ量が大きいです。先頭の人形が見えません。F4 では互角、35T は F3.5 と、差があまりわかりません。F5.6 では 35T が、若干被写体深度が深く見えます。が、まあほぼ互角です。F8 ではほとんど同じような写りです。F11 で逆転しました。35S は F11 の設定で、被写体深度が急に深まるようです。チェックポイント1、ピントの合う範囲はどう違うのか。開放、35T の方が範囲が広い。35S はスペック通り一段明るく、ボケ量が大きい。F4 から F8、互角。F11、35S はピントの合う範囲が、35T を上回る。まとめ、開放では 35T の方が広いけれど、日中のスナップ撮影で常用する F11 で、35S がやや使いやすいかも。おまけに、F22 まで絞っていくと、合焦範囲がどう変わるか、まず 35T 動画です。続いて 35S 動画です。どちらも大きく変化しますね。F22 なら両方全部の表情がわかります。次は程よい被写体を探して、外に出ました。公園の建物の壁に向かって撮影し、実際の最短焦点距離と写りを比較しました。チェックポイント2、35S は近くの撮影が苦手って本当。どちらも 90cm まで寄れると書いてあります。実際はどうなんでしょう。あと、写りの差があるんでしょうか。まず 35T です。フィルム面から壁、87cm までピントが合いました。ほとんどカメラの距離指標通りですね。F3.5 以降、中央と左上隅の写りを見比べますが、APS-C センサーで、撮れる範囲では最初からかなり同じように写っています。最後まで、最短焦点距離で安定して撮影することができました。鷹の目テサー、さすがです。続いて 35S です。フィ
フィルム面から壁、85cm までピントが合いました。わずかに 35T より近いですが、APS-C センサーに映る範囲ですでに、中央と左上角のディテールに差が出ています。どうやらちょっと苦しいようです。F4、やはり差があります。F5.6、まだ差があります。F8、良くなってきました。F11、追いつきましたね。35S、開放域での最短距離撮影は、若干得意でないようです。差があった方が面白いかもしれませんが。チェックポイントに、35S は近くの撮影が苦手って本当、最短撮影距離自体は 35S の方がわずかに近い。開放から F5.6 では中心から離れると画質低下か。F8 から改善、F11 以降は中心と変わらない。まとめ、常用域では良い写りだけれど、一部真実のよう、近距離画質の改善に苦労したという、ローライ 35S 開発の歴史が見えるよう。やりたかったテストはできましたが、ローライ35はスナップシューターです。こんな細かいテストは、その実用上の価値にあまり関係ないですね。あとの撮影はすべて、絞り気味の F11、感度800に上げて、手持ち撮影にしてみました。ピントは目測調整です。シャッタースピードも直感でやりました。続いて手持ち動画です。どちらも被写体頻度が十分深く、近くから遠くまで、気持ちよく撮影できることがわかると思いますが、どうでしょう。ここからは、35T の写真を全画面で出します。撮影結果をすぐ確認できるのもありますが、目測でバンバン気持ちよく撮れますね。35T の動画です。アヒル川足元まで来ました。絞り開放での動画です。拙者も綺麗に撮影できます。次は 35S の写真を全画面でご覧ください。今日のお気に入り写真はこちら、 35S の方で撮れました。 35S の動画です。今度はアヒルとカモです。開放で撮ったつもりが F4 ぐらいになってました。もっとぼかせるのに。最後は最重要のワンコ撮影対決です。どちらがより可愛く撮れるでしょう。どちらも素晴らしい。ですが、笑顔が撮れた 35T の優勝です。今日も楽しく撮影することができました。最後に、モンスターのようなテスト撮影状態からの片付けをしながら、振り返りましょう。発売当初から大人気だったローライ35に対し、上位モデルを発売するのに、ゾナワタイプでレンズ開発を行ったカールツァイスは、大変な苦労をしたそうです。汎用性の高いテサーを全ての面で超えるのは難しかったでしょうが、最終的には大口径で、一段明るく、常用域も使いやすい、上位モデルにふさわしいものに仕上がっているのが、体験できました。2台とも、私のカメラにしては状態がいいですが、万全の整備状態ではなく、本当の実力は2台とも出せてないと思いますので。これから、もっと整備も撮影も勉強していきたいと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいな、と思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録をしていただけると励みになります。評価もいただけると嬉しいです。それではまた近いうちに、お会いしましょう。